こんにちは、北林恵美里です。今回はですね、カウンセリングルームの、解説方法についてお話ししたいと思います。これからですね、カウンセリングを始める方ですね、カウンセリングルームの、どういうふうに設置するかっていうのは、だいたい4つのパターンがあるのでお話ししていきます。カウンセリングルームの場所なんですけど、だいたい次の4つのパターンが多いです。まあ1つはマンションの一室ですね、それからまあ自宅兼カウンセリングルーム、そしてレンタルオフィス、まあ、バーチャルオフィスとも言うかもしれないですけど、そこを借りる、あとカウンセリングルームを持たないというような、だいたいまあこの4つのパターンに分かれることが多いです。カウンセリングルームは実は固定費になるので、ちょっと注意が必要ですね。カウンセリングルームの家賃はですね、固定費になります。これからカウンセリングルームを始めるという方は、安易にカウンセリングルームを借りるには注意が必要です。カウンセリングルームを、カウンセリングルームとしてですね、マンションの一室を借りるっていう場合も家賃が発生します。で、カウンセリング開業当初はできるだけですね、固定費は抑えるべきですね。たくさん貯金があるとか、開業資金をたくさん銀行から借りれてるっていう場合でもですね、固定費はできるだけ抑えた方が良いです。初めての方はカウンセリングルームをこうすると良いです。ですね、初めての方はですね、カウンセリングルームの始め方としては、自宅兼カウンセリングルームとか、まあ、レンタルオフィスとか、またバーチャルオフィスといいますかね、そういうところをカウンセリングルームにするのがおすすめです。カウンセリングルームの家賃の支払いに追われて赤字ですっていう相談をちょっと受けることが時々あります。で、こういう悲しい事態にならないように、自宅兼カウンセリングルームとかレンタルオフィスやバーチャルオフィスっていうのを利用すると良いと思います。あとカウンセリングルームを持たない選択肢っていうのもありですね。関東圏以外の方であれば、カウンセリングルームを持たずに電話カウンセリングしかしないっていう方もいます。もちろんですね、電話カウンセリングだけでも月収20万、月収30万、それ以上ですね、月収100万とかも十分可能です。人口が少ない地域であれば、クライアントさんがですね、近隣の方だけでなくて、電話カウンセリングを利用するっていう遠方の方が多いのも現実です。あとカウンセリングルームの仕様ですね、中はどんな感じにすればよいのかっていうことなんですけど、カウンセリングルームの、内容っていうんですか、中は先生によって結構さまざまですが、まあ、落ち着いて話ができる空間になっているのが良いです。落ち着いて座れる椅子とテーブルがあるのが基本です。椅子はですね、ソファータイプとか、まあ、椅子タイプでもどちらでも構わないです。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みでない方は、ぜひとも画面の下の赤いボタンからお願いします。あと LINE のお友達登録、それから私の書いた本の、購入については下の説明欄からお願いします。ここまで見ていただきありがとうございました。